祭り2日目朝5時の触れ太鼓で一日が始まります。宮本、上町の男たちです。迎え撃つ若錦、町の教会で太鼓を打ち合います。朝早くから祭りはもう幕を開けているのです。みんな頑張ってるんで怪我のないように無事終われればいいんですね、はい、祭りの合間あちこちでほのぼのとした光景が。午前8時、ご神体を乗せた神輿が神社を出発する儀式、八甲祭です。神輿が通る町内の引き屋台が先導、神輿渡御が始まります。元谷くん、屋台の中では大太鼓に挑戦しています。秋の飯坂、神輿は一日かけて町中を巡ります。最近あまり外に出なくなった子どもたち、しかし祭りは特別です。南相馬の森直人さんです。どうもあの節はありがとうございました。ごめんとおりがとうございますので、ぜひ見てください。頑張りますんで。森さんにとって飯坂喧嘩祭りは初めてでした。しかし20年以上も相馬野馬追に関わってきた森さん、祭りに夢中になる男たちの気持ちはよくわかります。神輿は町内ごとに設けられたお祓い所で立ち止まり、儀式を執り行います。日が沈む頃、提灯に点火。いよいよです。今年は震災などありましたが、今日だけは羽を外していただいて派手にやっていきましょう。よろしくお願いします。福島交通飯坂温泉駅前、お祓い役の光くんを先頭に高張り提灯が続き、若錦の担ぎ屋台、通称喧嘩屋台がやってきました。始まりました。神社のお守りや縁起物を巻く祝い巻きです。次々と神社を目指していく喧嘩屋台、最初に神社に姿を見せるのは先導役と高張り提灯を持った子どもたちです。続いて神輿が帰ってきます。神輿を追いかけるかのように喧嘩屋台が到着。最初に大鳥居をくぐったのは若錦。屋根の上に頭の斎藤忠人さんと補佐役の隼人さんが乗ります。重さおよそ1トン、100人近くもの担ぎ手たちの規制とともに喧嘩屋台が突き進んでいきます。神社の境内に
6つの喧嘩屋台が相次いで入場。祭りの雰囲気は一気に高まります。拝殿の前で最初にぶつかり合いを行うのは若錦。子供たちも見つめています。激しいぶつかり合いと激しい揉み合い。押し合いは一進一退、五分と五分です。喧嘩屋台のぶつかり合いに勝敗はありません。ただ屋台の担ぎ棒が折れたり、屋台そのものが壊れてぶつけられなくなったら退場しなければなりません。太鼓は激しい押し合いの中でも鳴り止むことはありません。太鼓が止まったらその時も退場。南相馬の森さん、喧嘩祭りを心から楽しんでいるようです。祭りはおよそ2時間、その間に十数回ぶつかり合います。私やっぱり自身とか子供ってことがあったんで、今日なんか忘れられて祭りができたかなと思います。もう一言、仲間ですね。もう絆というか、もうそういった言葉しか今出てこないです。はい、隼人さんにとっても忠人さんにとっても今年の喧嘩祭りはかけがえのない祭りに。子供たちも力負けしてないなって。父さんはやっぱかっこいいです。負けた、五穀豊穣への感謝と一年の安泰を祈願して行われる八幡神社例大祭。今年は東日本大震災早期復興祈願祭も合わせて執り行われました。